さあ、盛岡城跡公園、盛岡城、岩手県ね。ほんでね、東北地方では珍しくね、石垣をね、多用したお城、白川小峰城、会津若松城と、この盛岡城、東北のね、三名城、国指定史跡、盛岡城跡。ははは、なるほど、なるほど。今、うん、ここにいてて、まあ、ここに下黒場があって、ここから入ってこう三の丸、二の丸、本丸っていうね、一列に並んでる定格式のお城で、車と車の間でも空堀で、二の丸から本丸に行くのには橋がかかってると。ほほ、まあ大体これ20メーターぐらいの、丘に、あるお城やから、そんな高低差はないかな。あ、結構やっぱり立派な、城下町が、配備されてんな、うん、これな、北上川と中津川の合流地点にお城があると。しゃしゃ。まあしかしここもほんま綺麗に整備された公園やわ。うん、ずっと本丸、二の丸、三の丸とね、一直線に並んでいるね、その、外側からこれ今石垣が見えてきてんねんけど、まあ20メーターの丘って聞いてるから、な、もう全然20メーターなんてほんま可愛いもんやからなんとも思えへんけど。いいね。そうそう、この掛け橋があるからこっちが本丸でこっちが二の丸で、向こうの方に三の丸があると、うん、でも橋渡ったら下から取られへんから、ちょっとここから取っとこうか。この東北シリーズ回ってて思うのは、路上駐車がない。車のもうほんまたまに黒猫ヤマトの宅急便がポコンと止まってるぐらいだと、ほんまにね、路上駐車がない。もうそれだけはね、つくづくもうね、走りやすい。基本的にみんなルール守るんやろね。ルールを。それはもう私ら住んでる、場所に、信号無視は当たり前。なもん、車もおらんかったら、人は赤信号でも渡るわ。チャリンコはもう関係あれへんわ、みたいなところ。そういうとこですね、こう住んでると、本当に気持ちいい。こういうとこ来ると。うん。俺抜けできへん言うてるけど、今ここにおるのが三の丸や、やっぱり。今、まあ、下から上がってこれんねんけど、ここから、入って、三の丸から、二の丸に入って、先の橋を越えて本丸に行くっていう、そういう順番やね。よし、そしたら、東北ではね、珍しいっていうことなんでね、石垣をね、楽しみながら、三の丸から二の丸本丸へと、向かうと。ああ、さあ、ここは二の丸ね。ぐーっと。まあ、建物何も残ってないから、うん、ただ、このね、周りから見るとちゃんとこの、周りを囲っている石垣がね、外から中に向かっては見れるっていうことやから、まあこのまま、あれが先の赤い橋ね、二の丸から本丸に、向かうかかってるあの橋、あれを渡って本丸に行くっていうことで。そうそう、東北自動車道で盛岡向かってる時にえらいごっつい山が見えるなと思ったら、あれがあれやわ、岩手山やな、岩手山。あ、でも反対側から見たら結構石垣、うん、高いわ。それなりの高さになってる、うん、こっち側から見たら正面20メーター、高いところで20メーターなんかな。もともとこの6つの国の、北部は、この南部、南部市がね、治めてたんやけど、前田利家を通じて豊臣秀吉にも近づいてね、秀吉にちゃんと従ってて、でちょうど秀吉が死んだ年あたりかな、領地の北部の方にね、あったね、居城をこの盛岡に移して、大体、信長から3代40年かかって、まあ、江戸時代になってね、もちろん、ここのね、盛岡藩の初代藩主になって、それからね、まあ、30年ぐらいして、ここの城を完成させたっていうことみたいだね。で、これが先の二の丸と本丸の間にかかってる橋ね、これ。まあまあこれも作り物の橋やけど。そして、これが本丸。いや、なんか大きい。なんやろこれ。なんかあるな。本丸。で、本丸になんか大きな台が残ってるけど、これもともとこれ、騎馬像、大間さんにまたがってた、
なんやこれ、南部家の42代、まあこの盛岡藩南部藩とも言うんやけど、結局は戊辰戦争が終わって、明治になるまでずっと残ったんやろね。ほんで、こう南部の当主は伯爵とかになってっていう流れなんやろね、きっと。地震かなんかでおったんかな。でここに多分大きな門があったんやろね。本丸からこれ下に、折れるんやけど。まあなるほどなるほど。向こうの道路側沿いの方がやっぱりこの石垣の高さは高いみたいやな。こっちはこっちでまた違う車場がこの下にあって、向こうはあれ多分川なんやろうな、でもこれを見てたら南部家初代から、盛岡藩の初代、江戸時代やね、初代が26代やもんな。だからめちゃめちゃこの長いことやっぱりこの、もともとはこの盛岡じゃない、もっとね北の方やったんやけど、この南部家っていうのがこの陸奥国の北部をね、支配してたかっていうのがね、よくわかるね、これ見たら。こっち川が基本的に入り口のメインやな。さっき駐車場から行ったから、あんなところから入ったけど、これ神社がね、あって、その横にお城に入る、門があったみたいやね。あれやな。まあ、江戸時代中期ぐらいからできてるらしいんだけど、まあ、領民安堵、五穀豊穣やから、この領地がね、みんながね、悪いこと起こらんとええように行きますようにっていう、こう南部藩の、まれた総鎮守。そういう風な神社やね。石盛岡城石、日本百名城って書いてあるな。まあ、ほんまここまで足伸ばす予定はなかったんやけど、ちょっと早起きして時間があったから、中尊寺の後にね、ここまで走ってきたけど、来てよかった。まあ、すぐ隣に盛岡歴史文化館。垂れ幕のテーマは南部家の立ち並みと書いてあるかな。時間がある人はね、こういうのね入ってね、しっかりとね学んだらいいけど、私の場合はね、まあここ回るんやったらちょっとでも、一箇所でも多くいろんなとこ回りたい派なんで、立ち寄りはしないけど、皆さんはぜひ立ち寄ってくださいと。